み迫る70ポイント差、現在のトップの差は19ポイント差、20ポイントで、さあレトリーブルチャンピオンの称号が手に入ります。14歳のトミー、さあまずは庭にこの綺麗な島に体をこすりつけて、この状態でよろしいですかね。アイセット、レディーゴー。さあまずは距離を伸ばしてくる、伸ばしてくる。ここは最高エリア、9ポイントのエリア。さあこのエリアだと3つが必要になってきます。でも実は許されない。今度は優しく投げてくる。さあここは7ポイントのエリア。さあ14歳のトミーがしっかりと分ける。さあ次のスローで優勝を確定させるか。ワールドチーム、まだまだ力が強い。さあこれを使えば、さあ優勝が見えてくる。ワールドチーム18、17、16、15秒。これを持ち帰れば優勝の決意がなるか。ラストシード。さあここはフィーリングショットになるか。さあこれはすでにジャッジが勝っちゃいました。これがフィーリングショット。さあ1と2チーム、さあ14歳の1と2チーム、このレトリーブルチャンピオンのフィーリングショットは記録を持ち帰って、現在ウィニングランを押していただいているのは2024年度レトリブクラスチャンピオンに見事輝きました。川口明トミーチーム、トミーはなんと3つの件ながら14歳と。